ず問題ですね。2桁8口のミトリアン算をまず一度チャレンジしてみましょうか。前回1回目の攻略法で言ったみたいに、まず目でしっかり見る、そして指を動かして頭の中の透明そろばに数字をしっかりインプットさせる。さらに口に出してはダメなんですけども、頭の中で数字を言うイメージですね。念じるイメージ。40、32、89。こんな感じで、同時にやってみましょう。それではまず、計算用意、始め。はい、どうでしょうか。今の問題、できた方。できた方というのは、当然次のレベルアップに行ってみてください。ここで大切になってくるのができなかった方ですね。できなかった方、全国手段連盟でいうと、2桁8口、このあたりは、暗算検定3級ぐらいのレベルになってきます。ちょっとこのあたりから少しずつ、つまずく子が多いと思います。さっきも言うみたいに1問目これ合ってた方は次のレベルに行きますので、もうこの動画途中でやめてもらっても大丈夫です。じゃあできなかった子ですね、続きがあります。はい、2問目、2番目ですね。62、21。これをやってみましょうか。さっきとやり方は一緒です。目で見る。しっかり指を動かす。頭の中で数字を言うつもりですね。6、2、2、1、6、5。こんな感じですね。それではやってみましょう。計算用意、始め。やめ。どうでしょう。できたんではないでしょうか。答え232ですね、2問目。1問目できなくて2問目できた人、当然ですよね。見た感じ、8口が5口になってるからできるんじゃないか、そんな感じで思われるかも分かりませんけど、当然そうなんですね。ただ一概にそうではなくて、それよりも秒数ですね。今回ちょっとタイマーをこの画面につけましたね。このタイマーをちょっと意識してもらえばいいんですけども、5口、2問目は多分5秒ぐらいで答え解けたんではないでしょうか。じゃあそれに対して1問目、答え出すまでに何秒かかりました？多分5秒以上、当然8秒、9秒ぐらいかかったと思います。できなかった子はそこなんですね、秒数。要は何が言いたいかというと、1問目の答えを出すまでの秒数を早めてくださいというのが今回の攻略法の一つです。当然人間の記憶5秒もしてしまえば消えてしまうんですね。ということは頭の中の透明そろばん、どん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 時間が経てば経つほどうっすらどん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 消えていきます。であればですね、答えを出す秒数を早くする、答えを出す秒数を早くすることによってしっかり頭の中の透明そろばん、残像は残った状態になります。それを意識して計算するスピードを上げるということを意識して、もう一度1問目解いてみましょう。それではいきます。計算用意、始め。やめ。答えは510ですね。1回目できなかった子もちょっと、計算を早く意識することによって、例えば6口目、5口目、6口目で消えた子も意外に7口目、8口目なんとかギリで、残像残ったんではないでしょうか。当然、1回目なんでなかなかできないとは思いますけども、これからの練習の中でどん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 、さっきゴリ先生が言ったような、とにかく答えゴールに早くつく計算、1口目と2口目、62+21=83、1番であれば40+32=71、この答えをどん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 どれだけ早く出せるか、ここを意識しながらやってみてください。